はい、皆様こんばんは。1月の9日午後8時8分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日日曜日の第2部のね、配信を行っていきたいと思いますけれどもハマーチンがお知りか、知らんなら、そんなのは知らんがなということで、ごめんなさいごめんなさい、日曜日のね、第2部の配信をしていきたいというふうに思っている次第でございますけれども、皆様ただいまね、見ていただいているものが、今日のね、午前中にも言いましたがね、テレグラムの無料のオープンチャットでパイナポー TV というものをまた私のバディのご協力のもとね、作らさせていただいております。もう去年からね、ずっと動いているわけでございますけれども、今上を見ていただいたら分かるように、お人数様が、1755名様、いらっしゃいます。そして、まあ、今ねオンラインで繋いでいただいているのが63名様ということで、もう1750名様をね、突破しまして、ずん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 大きくなっている次第でございますので、もしね、あの仮想通貨業界に、入りたての方とかでね、なかなかほら、これは前も言いましたけれども、あちらでございますよ、周りにね、仮想通貨をやっている方が結構いない方って意外と多いんじゃないかなって思うんですよ。で、わかんないこととかもね、多分あの個人個人違うことでいろいろあると思いますので、そういったところをね、まあ、解決する場で使っていただいても大いに結構ですし、それ以外にもね、まあ、あの仮想通貨をほらやってる、まあ、仲間とでも言いましょうかね、そういった形で、こう使っていただいても大いに結構でございますし、ぜひともね、皆様にはこちらのこれ、無料でございますので、いきなり突然ね、参加費用取りますか、そんなことは今後絶対一切いたしませんので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、ここもね、パイナポー TV、 そして、Twitter のビットマン TV、 そして、今ね皆様がご覧いただいている YouTube のねビットマン TV の方もずんずんと大きくねしていきたいというふうには思っている次第でございますので、もしよろしければね、ご参加のほどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。一応、この動画の、説明欄の下の方にパイナポー TV、並びに、ツイッターのね、あちら、リンクでございましょうか。あれを貼っておきますので、もしね、よろしければご参加のほどね、お待ちしております。パイナポー TV、今ご覧いただいているのは、テレグラムの方でございますので、テレグラムをダウンロードしていただいて、そちらの、私が、動画の説明欄の方に、下の方に貼っておりますから、そのリンクをボチッとね、押していただければ、ご参加できるような形になると思いますので、よろしくお願いいたします。そして、こちら、今ね、見ていただいているところなんですけども、まあ、パイのね、ご案内、はい、私も、パイラーでございます。パイラーでございますので、パイをね、今ね、貯めまくっていると、今ね、1万3000パイぐらいあるかな ?1 万3000パイぐらいございまして、まあ、毎日毎日ね、ずん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 、知らない間に増えていっているような状況になってますから、もしね、一緒に、タオパイパイしたい方はね、ぜひとも、パイをね、パイしましょうということで、よろしくお願いします。はい、ここはね、ぜひともぜひとも、タオパイパイでね、行きましょうということで、何を言っているのかよくわからないんでございますけれども、よろしくお願いいたします。はい、で、上から下に行きましょう。上から下に行きましょうよ。はい、こちらでございます。みこっちゃんがね、こちら、はい、千葉県のだるま屋さんで、お寿司ダイニングを経営、いたしておりましょうか。みこちゃんが、こちらね、私が第一部の配信で上げました動画、これをね、リツイートしてくださいという形でお願いいたします。本当に皆様ね、毎回毎回、はい、リツイート並びにいいねボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。私はずん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 、2022年はビットマン TV の年という形でいきたいというふうに思っておりますので、ここはですね、私はいいですか?ガチです。ガチです。ガチで、ガチで言ってます。もうね、いいです。必死な姿が見苦しい。上等です。上等でございます。もう上等。私は、必死マン TV でございます。とにかく皆様いいですか?私は、とにかくね、かっこよく物事を仕上げようなんて全く思ってません。全く思ってません。かっこよく配信して、かっこよくね、チャンネル登録者様をグリッと増やしていく。そんなことは妄想考えておりません。とにかく、私は皆様の目の前で見えてはおりませんけども、ほぼ土下座。ほぼ土下座しながら配信をいたしております。ほぼ土下座配信でございますので、ここはね、2022年、私、ビットマン TV のテーマは必死です。必死でいこうと思ってますので、お前、それは去年から変わらねえじゃねえかと、そういう風に思われている方、いいねボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。必死マン TV、よろしくお願いいたします。ビットマン TV じゃなくて、必死マン TV でいきたいという風にね、思っておりますので、ここはね、ぜひともぜひとも、私をナンバーワンにさせてください。よろしくお願いいたします。ここはね、自分一人の力ではなくて、もう、皆様、チャンネルでございます。そういう意識で私、これ前から言ってるけど、やってますので、ぜひともぜひとも、肩を組まさせてください。お願いいたします。肩を組まさせてください。私、ビットマン TV、皆様と肩を組みたいでございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。ですからね、まあ、喋るのは私、まあ、ビットマン TV というね、この、ちょっとね、わかりますよね、顔が B みたいな形になっているやつに、私が声をね、乗せて配信をしているわけでございますけれども、ここはね、なんとしてでも、こう、2022年もね、ビットマン TV 号、いいですか?月を、
出発して、月を出発しました。11月18日。去年の11月18日に月を出発してから、まだね、少ししか、時間も経過はしてないんでございますけども、まだ出発したばかりでございますので、今は火星に向かって、つまり3万名様に向かってずん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 、一歩一歩ね、突き進んでいっているような状況にはなっております。今一生懸命私、ビットマン TV と、メンタルマネージャーはいいですか？依然として、ビットマン TV 号の地下深くで、地下深くでいいですか？この石炭をね、ぐんぐんぐん入れまくる、まだ石炭です。まだ石炭でございますので、ここはね、なんとしてでもロケットエンジンにね、していきたいなというふうに思っておりますので、ここはぜひともビットマン TV よろしくお願いいたします。はい。こんなガチャ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 喋る親父、大丈夫かよと。大丈夫です。大丈夫。一泊置いて、大丈夫ですから、よろしくお願いいたします。自分で、お前自分で言うやつほど怪しいもんねえぞ。大丈夫です。そういうことでございますので、ここはね、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。で、昨日、おととい、やっぱりね、皆さんいいですか？私ね、年が明けてからなんか知らないけど、メタバースがマジ気になってどうしようもない。で、昨日もおとといもね、こうずっと言い続けてましたけれども、やっぱメタバース関係のね、話をいろいろしていたら、ほら、それこそ今日の午前中に、言ってたじゃないですか。土地を、例えば、ほら、サンドとかね、ディセントラランドで、土地を買っても、それをどうやって有効活用していけばいいかが、イメージがわかんと。つまり、0から1を作り上げるのが一番難しいよねーって話を、第一部の配信でしていたと思うんですよ。で、その後にチョコちゃんがね、パイナポー TV の方でこういった形で、土地活用についてということで、チョコちゃんのね、考え方を、こちら、述べてね、いただいたんで、ございますけれども、これね、読んだ時に、確かにそうだよなと思いました。やっぱちょっとこうね、今止めてますけれども、ちょっと見てみてください。今まだまだ、作られたばっかりだと。で、世界の最先端が手探り状態だと思う。これは確かにそうだよなと思いましたよね。だから、まだその仮想空間ですよね。メタバース空間。ここは、作られたばっかりとか、前々からはあったんでございましょうけれども、注目をされだしたのが最近。だから、その大手企業とかも、今そこに投資をしているんだけど、そこに対して人が集まるかどうかっていうのはまだわからないと。そういう状況で今投資をしている。そうですよね。初めから人が集まりまくるわけないので、そこで一つ投資をして形を作っていってね、一つのやっぱりこう世界として、確立されていった時に一般の人々がどういうふうに入ってくるか。そして、その投資をしたものに対してどういうふうに使ってくれるかっていうのが、後々の話だと思いますので、やっぱりここに書いてあるのそうだろうなと。世界の最先端がまだまだどういった形で一般の方に受け入れられるかっていうのは手探り状態だと思いますと。これはもう間違いないですよね。で、夢物語にね、興奮している一派もいれば、技術屋さんたちは、もうすでに否定的だと。おー、なるほど。そういったところもやっぱあるんですよね。で、たまにディセントラランドをうろうろして、チョコちゃんはディセントラランドやっぱりこう、うろうろしてるんですね。うろうろってね、こうね、あれ、アバターってやつですよね。あれでうろうろしてると。で、収益を出せてそうな区画はやっぱりほぼないと。今の段階で。はぁ、なるほどね。で、適当に上物だけを立てて何点か NFT を展示して、あとは放置されている状況、ゴーストタウンみたいな感じと。で、収益モデルが確立するのは全然遥か先。で、今はそれでもいいと思う。私もそれでいいと思うかな。だって、さっきも言いましたけれども、今はまだ投資段階にあるというところでございましょうから、やっぱりね、収益がうんぬんかんぬんよりも、人がより集まってくる、いわゆる話題性をどんどん今は作っている時期なのかなと。で、これが何かしら人々の心をね、ぐっと動かして、なんかメタバース面白そうじゃねえかみたいな感じでね、話が進んでいて人が集まってきてという形にはなってくるかなと。ただ、今私、懸念しているのはね、何かって言いますと、これは前もほら、皆さんに言っていたと思うんですけれども、その、ある意味ゲームの延長でしょ、やっぱり。だからほら、例えばVR セットみたいなの、わかりますよね。こう、プレイステーションとかであるじゃないですか。ああいったものをセットして、こう、うろうろする。だけど、それってある意味、視覚的な情報でしかそれが得られてない。だから、ちょっと言い方が難しいんですけども、例えばこう、ね、何かのものを触ったら本当に触っているような感覚がするしとか、いわゆる脳みそごと、その世界に没入することができるような技術が、いわゆる進歩として開発されてくれば、よりね、そのメタバース空間の中で、本当にリアルに生活をする方々が出てくるんじゃないかっていうのは思います。これは思います。ただ、そのレベルまで行くのがいつなのかって話なんですよ。だからわかりますね。今は視覚情報でしかないんですよ。だからゲームの延長って言われてしまったらそれまでなんですけども、そこにいろいろな、本当に体験をしているかのような、ものが作れるかどうか。わかりますよね。メタバースで、の空間でね、例えばじゃあアメリカに行きましたと。でも、アメリカに行きましたとは言っているものの、実際自分の体アメリカには行ってないわけですよ。だから、そことのギャップをどう埋められるかっていうのが、ものすごく重要なところ。で、そこに対して技術開発をね、やっぱり今各企業を行っているんじゃないか。これははっきりわかりませんけども、そうでしょう。そこまで、やっぱり話を進めていかないと、やっぱりメタバース空間というものが、さらにより一歩上のステージへ上げることがやっぱできないっていうのは、当然技術屋さんたちもわかってるでしょうからね。で、そこまで行けるかどう
かの勝負でございましょうから、うん、だからここはなかなか難しいところですけども、でそうなった世界が本当に来たら面白いですよね。だからさっきも言ったけれども、うん、今は視覚的にアメリカに行ってるだけだから、これは実際に自分の体を動かして飛行機に乗ってアメリカに行くのとは全然違うと。で最近もほらニュースで上がってたでしょ、あのあちらですよ、タイムズスクエアかなんかをゲームの中に作って、そこでカウントダウンパーティーがなんか開かれるよみたいなのが確かニュースで上がってたと思うんですよね。それこそ最近年明け前ぐらいに。でもそれもそうでしょ、実際に視覚だけじゃないですか。ただ自分のアバターを作ってそれがその場所に行くだけ、実際自分の体が行ってるわけじゃないんで、それが終わった後の悲壮感ってものすごいものがあると思うんですよね。ただゲームをしてただけかみたいな、だって自分の体は行ってないですからそもそも。だからそのレベルまで行けるのかどうかっていうのはものすごく、もう本当にごめんなさいね、 SF の世界ですよ、うん、SF の世界が実際にこのね現実世界に訪れるか訪れないか、まあそこがものすごくこのメタバース関係が発展していくかどうかの境目になるんじゃないかなというふうに思いますので、本当にそれこそそれが実現したら SF の世界だと思いますよね。うん、ここはやっぱり感じるかなと。だからさっきもちょっと冒頭で言いましたように、そういう現実が起こってくれば実際にリアル体験としてメタバース空間の中でいろんな体験ができる、視覚もそうですし脳みそ的にも体験ができている、本当に行った状態になっているってことです。それはそうなった場合はメタバースの中で生活する人はまあ当然出てくるでしょうね。出てくるけれども、うん、なんかまあちょっとそう今自分で喋っててなんか怖いですけれども、そういった世界が本当に来るのかなってね、ワクワクもあるけれどもちょっと反面怖いみたいな、うん、のがある。だから二つとも現実世界みたいなことですよ。言っちゃうとわかります今の。うん。今は仮想空間って言ってるけど、それも、ある意味一つの現実社会として成立してくる未来が訪れるんじゃないかなというふうには、やっぱこれは直近2、3年とかいう話じゃないと思いますよ。多分、だから10年、20年、30年とかいうレベル。でも、30年だとしても私どもが、まあ60歳、70歳ぐらいでしょ。だから全然生きているうちにはあり得る現実社会じゃないかなというふうには思いますので、ここもね、やっぱり楽しみ。うん。で、そういったところも含めまして、やっぱりこのメタバース関係に投資をしていくっていうのは、本当の意味で、多分ガチモンの先行者だと思いますよ。で、午前も言いましたけども、これがうまくいくかどうか分かりません、やっぱり。うん。さっき言った未来がね、当然無理だと。だって、脳みそまで、ね、いわゆる実体験レベルとしてその世界に没入させていくっていうのは、ものすごく技術的には難しいところでございましょうから、それが実現しなかったんだったら、もうやっぱりゲームの延長戦だよね、で終わりなはずですから、そうなると人々が、やっぱり、ね、メタバースに入る意味ってあるのって話に逆に言うとなってしまいますから、もうニッチな業界に、ね、なっていくでしょうと。で、忘れ去られていく業界になっていく可能性もありますから、やっぱりそういったところが今ね岐路に立っているのかなと。うん、ただまあここにもね書いてありますけれども、 YouTube チャンネルの運営を一つ取ってもと、まあ編集の負荷に苦しんでと、十分なね広告収入が得られるまでまあ一人で頑張ってということですよね。まあそうですよね。私自身も YouTube をやっておりますから、ここに書いてあることはものすごくよくわかる。で、まあ私ビットマン TV はね事務所には所属していない個人でやっているだけなんですけれども、やっぱりね。こう収益が出るようになって、うん、チーム作って人を雇って法人化する、まだこの流れにはねビットマン TV は行ってないですけれども、まあ、こういった風に流れとしてはなっていくんでしょうと。で、まあ、チャンネル運営ですらとね、それですからメタバース空間で十分な活動をするためには相当なリソースが必要、確かにそう、うん、でどんなリソースがどれぐらい必要かも今は、ね、本当によく分かってでない方多分絶対いる、企業でもそうだと思います。うん、だから最近で言うとサムスンがディセントラランド内の土地になんか建物を建てたっていうニュースが上がってましたよね。サムスンが提携したみたいな感じで、だけどあれを作ってるんだけど、あそこに訪れる人がいるかどうかの問題、それが分かんないけど今先行投資として作ってるっていうだけの段階ですから、そこに一般の方々が要するに私みたいなビットマン TV みたいなものがね土地を買っていろいろしていくのは面白いかなと思いました。で、あとは広告掲載ができるということなんで、そこも含めてね、ビットマン TV の広告掲載してみるかみたいな、マジっす。これマジっすよ。じゃあ、それはありかなと思ったんですよ。だから、広告を貼れる場所を多分レンタルできたりすると思うんですよね。だからそこに、ビットマン TV ってね、大きくバチーって広告載せるとか、そういったものは、やっぱりビットマン TV としてはいろいろできるかなと。うん。やっぱりでも面白いのはね、土地を買っていろいろ話を進めていくっていうのは、やっぱり面白いかなと、うん、いうふうには思いますね。で、あとはここ書いてますけれども、おそらくは少なくとも、まあ、今ね、私が、の生活スタイルは当然やっぱり変わらないといけないでしょうね。これは分かります。だって土地を買ってそこにゼロスタートでしょ。1という何かを作り上げないといけないので、これは相当馬力がいる。だって YouTube をやる日じゃないと思います。うん。だって YouTube っていうのは業界としては作られている。で、ジャンルとしてもある程度分かっている。だって私が仮想通貨業界の配信をしたいっていうのが分かっている。それをただ声をね発してチャート分析重要ニュースをやっていくっていうところだけですか。だけれどもメタバース空間で土地を買ってそこに何かしらのコンテンツを作り上げるっていうのは、これはそういうね馬力の日じゃないと。うん、ものすごく高い山に登らないといけないというレベルでございました。でもこれをやりきった時にはある
ある意味このね、メタバース空間におけるビットマン TV の存在感を広めていく一つのチャンスなんじゃないかなってやっぱり私自身もね思いますから、ここはね本当にね動かしていきたい、やっぱり今年はね、それは思ってます。で、ここまあ、だけどね、ここ船長で、ね、私はね先行者であってほしいと、いわゆるこのメタバース空間の中でビットマン TV の存在感を高めてみてもいいんじゃねえかと私は確かにそれ思います。本当にビットマン TV 帝国っていうものがあるぞみたいな、めちゃくちゃ面白いぞみたいなねところを作ってみてもいいかなと。本当に街とか村みたいなものを作って、そこに住むみたいな、そこに住むステータスをつけていくっていうのがビットマン TV のやることなのかなともちょっと思ってます。だからもうマジで高級住宅地しかないビットマン TV 帝国みたいなね、そこに住むのが一つのメタバース空間の中にいるステータスの一つだって思っていただけるような何かが必要だよねっていうふうに思うんですよね。そこに本当に街を作っていろいろな方々がいる、そこに例えば企業が出資をしたいとね、広告を載せてくださいと、そこで街が運営されていってっていうふうに面白い場ができる可能性がやっぱりこれはね、先行者だからこそあることなのかなと思いますので、やっぱりこれを読んだ時にちょっと思いましたよね。で、私自身が今だと思うならセールに参加されてもいいと思いますよと、いうふうには言ってますからね。もしこれ、何もアイデアが思い浮かばなかったら、その土地をある意味人に貸し出してもいいじゃないかってことは、まあ、チョコちゃんもね、言っておりますし、まあ、確かに逃げ道はあるんですよ今だったらね。ただ買うんであればね、まあそういった転がすというよりも、転がすというよりも土地転がしというよりもやっぱり何かしたいよねっていうのがあるので、そこに皆さんが来ていただければそれはそれでものすごく面白いものにねなっていくんじゃないかなっていうふうな感じがしております。で、ここね、ピップさんも言っておりますけれども、ここ船長は YouTuber なので本当にありがとうございます。1万名様超えましたから、私は YouTuber と言っていいんでございましょうか。私のお家のキング様はお前は何を言うとるんじゃとね、謙虚になると、謙虚な人が一番いいだろみたいな形で言っております。10万人いかねえと YouTuber の端くれでも引っかかってねえよこのハゲがみたいな形でね言われております。そこまで言ってないんでございますけども、気持ち的にはでございましょう。よろしくお願いいたします。本当にありがとうございますね。ここ個人投資家とは違った土地の活用法がある、確かにこれはそうだなと思いました。せっかく YouTube で配信をしているから、ここはね一つ作れるんじゃないか、使えるんじゃないかってことですよね。メシウマエターナル TV も好きですがと、ちょっとチラッと見ておきましょう。エターナルどうなってるか、はい、安定の3ドル以上です。よろしくお願い、以上です、よろしくお願いします。もう剥げ上がりとかそういうレベルじゃないですよ。もう毎日毎あのね毎回毎回見ますけれども、もうマイナス 8% とかね、マイナス 10% とか、もう見慣れたもんですよ。もう慣れた、もう慣れたとかいうレベルじゃないんでございます。はい、ここはねよろしくお願いします。もう剥げ上がり TV でございますね。よろしくお願いしますよ。エターナル TV も好きですがと、でメタバース TV にはまあそう、これねほんと面白そうだなってやっぱ思いますよ。土地の買い方とかね、確かにメタバース内で何ができるかっていうことなど、本当にね、本当に先行者の中の先行者として、まあ、ある意味、エンタメ系の、仮想通貨系の配信をしているわけでございます。チャート分析系は真面目にやりますし、重要ニュースも真面目にやりますけれども、その中に面白さをね、スパイスとして、加えてもいいんじゃないかっていうのが私のチャンネルのコンセプトでございますから、そういった意味も含めましてね、やっぱりこういったところも、ある意味、サブチャンを作ってこれね、やってもいいですもんね。このね、メタバース TV という形でね、サブチャン作ってやってみてもいいかなっていうのも思いますし、やっぱりいろいろなことが、なんかまあ最近ほんと気になる。気になります、気になります。で、高いので無理しないでください。まあ、でも、一区画今5000ドルぐらいですからね。まあ、何かをやる上に置いたいい金額なんじゃないかなと。別にそこまでゲロ高ってわけじゃないので、例えば、これが一区画、例えばですよ、300万、400万、まあ3万ドル、4万ドルとかするんだったら、ちょっとやっぱりか、もう、真面目にこうね、ガチモンのやつじゃないですか。ガチモンのやつ。だって、300ドル、3万ドル、4万ドルするんだれば、そこら辺の私田舎ですから、土地買えますから、普通に。多分そこら辺の一角の土地買えるんですよね。だけど、まあ、5000ドルぐらいだったら、まあ、ある意味、ちょっと高い投資ですけれども、まあわかりますよね。高性能の PC 買う、パソコン買うのに、ちょっとまあ毛が生えたぐらいでしょ。高性能 PC だったら、例えば30万とかじゃないですか。だから、ちょっとそこに上乗せして、ちょっと遊ぶ。まあ、ちょっと、いわゆる大人の遊びですよね、皆さん。まあ、聞いてらっしゃる方、大人の方が、私より年上のね、お兄様、お姉様方が多いと思いますが、本当に大人の遊びとして何かしらできないかなというふうには思っておりますよ。そういったふうにね、まあ、言ってくれる方もいらっしゃいますよ。ピップさんみたいにね。で、あとは、その流れの中で、あのね、あずきちゃんが、あずきパパさんが、こういった形、なんかね、面白い通貨一つ、ここに載せてくれてますよ。これ、初めて私知りました。ここ、メタバースの何がね、流行るかわかりませんと。で、これから大手企業が参入して、既存のね、銘柄が廃れるかもしれません。で、この方ね、あずきパパさんはメタバースのシステムや技術、みたいなところを探していますと。で、今のところこれしか見つけられませんでしたが、これなんか面白そうですよね。ゲーム内に広告を出すというトークンらしいです。で、まだできたばかり。これ、こういった情報もだから、あのパイナポー TV の方では載ってますから、こういうね、あの POR、
ポートークンっていうんですか、うん、これがだからあると POR というトークンがね、あるらしいでございますよ。なんかゲーム内に広告を出すトークンというところで、うん、あるらしいので、ちょっとこういったところもね要チェックしてみてもいいかも。今後のあのそのメタバース関係の話でいくと、こういう広告を出すところがねこういったところ使ってくるかもしれませんしね、こういったものもありますよというところでニュースに上がって、あニュースというかね、あずきパパさんが、こうね、載せてくれておりました。まあそういったねあのパイナポー TV でございますので、まあいろんなね面白い情報も流れてたり、こういった新しい通貨のね情報が、こういう関係の通貨ありますよねみたいなことも流れてたりしますので、もしよろしければねご参加していただければ、意外なところで、面白い、情報がゲットできたりする可能性がありますのでね、もしまだ入られていない方がいるんであれば、ぜひともぜひともねご参加なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、テレグラムのね、無料のオープンチャットパイナポー TV のご案内と、ハゲ上がり通貨、はい、エターナル TV でございました。よろしくお願いいたします。はい、そして行きましょう行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、重要ニュースがお二つございます。そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、あとはマティックですね。マティック見ていきましょう。そしてクアンタム、ここはねリクエストありました、クアンタム。そして、メタヒーローですね。メタヒーローもあちら TS さんでしたかね、リクエストがありました。そして最後締めくるのはブロックトピアのブロックということで、皆様日曜日の第2部の話、明日も祝日の方もいらっしゃいますよね、ぜひとも深夜まで楽しんでよろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。レッグゴー、お願いいたします。行きます。まだね2022年は始まったばかりですから、やっぱりこのメタバース空間めちゃめちゃ気になる。特にこのブロックっていうところも気になるんですよ、やっぱり二大巨頭はサンドボックスとあのディセントラランドですよね。ですけれども、やっぱり新しいメタバース空間ってやっぱ出てきてますから、今日扱いますブロックトピアもそうですし、あとはポルカシティみたいな、なんか POLC という通貨もあるんですよ。ポルカシティっていうところもメタバース空間としてはありますし、まあいろいろあるんですよ。だからどれが来るかわからないというところで、今でも抜きん出ているのはザ・サンドボックスとディセントラランドというところでね、ここは意識をねしておいてください。よろしくお願いいたします。で、行きましょう。それこそほらザ・サンドボックスね、ランドセールが、1月の13日の午後10時からありますよというところで、ここもね買いたい方は見ておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう。今日の重要ニュースね、お一つ目いきます。はい、ビットコインが7日間連続で下落。これはね、結構連続で下落してますよね。いきます。2018年の8月以来らしいです。いきましょう。ビットコインの価格下落が止まらんと。で、暗号資産市場で最大のビットコインは、1月9日、前日から 2.3% 値下がりし、4万800ドル付近でね、取引をされていますと。で、2018年8月以来となる、1週間連続の下落を記録したということですね。で、ビットコインは先週、2009年の誕生から、ちょうど13年目を迎えましたと。で、一部のアナリストは年末頃からビットコイン相場のね売り圧力が強まる可能性を指摘する一方、市場では相場がね安定するとの楽観的な見方も聞かれていたということですね。ただ楽観視の方はちょっと否定されたかなっていうことですよね。4万2000ドル付近までやっぱり落ちてきましたから、行きましょう。で、例年ね1月はビットコイン相場が弱まる傾向にあるが、ビットコイン価格は年明け9日間で11% を下落したことになると。で、5日には、アメリカのね、連邦準備制度理事会 FRB が、12月の、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC ですよね。これの議事要旨を公開と。で、8兆3000億ドルまで膨れ上がった保有資産の縮小についての議論が明らかになったことを受けて、ビットコイン相場の下げ圧力は強まったということでございますね。で、1月の FOMC が1月の25、26あたりにあるらしいので、ここは注目をね、しておきましょうということで、よろしくお願いします。1月25、26付近にあるということで意識をしておいてください。FOMC がですね、よろしくお願いいたしますよ。で、次行きましょう。アメリカ最大の暗号資産取引所、コインベース参加。コインベースインスティテューショナルのアナリストは、7日、マクロ経済の不透明感が市場参加者のね、弱気ムードを強めていると、ウィークリーレポートに記しているということですね。で、投資リサーチのファンドスタートのアナリストは、ビットコイン相場は3万9570ドルに下落するまでは、短期的な価格サポートが見えてこない可能性があると述べているということですね。だから39,570ドルというところが一つ、サポートとしては意識されるラインなんじゃないかということを、まあ、言っているということと同時でございましょうかね。よろしくお願いいたします。まあこういった形で1週間連続で下落をしてきているということなんで、まあそろそろね、あの様相が良くなってきてほしいは来てほしいんでございますけれども、いかんせんね今ね、右上がり、後でチャート見ていきますけど、右上がりの上昇のねトレンド、まあ、いわゆるサポートラインが効いていますので、ここをでサポートされる、上は4万2000ドルで抑えられているという状況なので、どちらかに大きく動かないと、次なるね動きにはやっぱり進んでいけないだろうと。ですから
上に行くなら上に行くでそっちについていく、で下に行くなら下に行くでそっちについていくって、今いわゆるトレンドフォローをねしていくのがベストかなと。今大きい流れの中で、うん、だから後々を見越してみたいなね、6万ドル7万ドルを見越してロングインしていこうって思うと、ちょっとね、大幅下落を起こして3万ドルとかをねこう目指してグリーッと今からさらに1万ドル幅で下落してきて、その、うん、例えば6万ドル7万ドルをね、目指して買っていこうかなっていうふうに思っていた方は、かなり長い期間ね、そこまで耐えないといけないっていう、こう、要素が出てくる可能性がありますから、一発大きな動きが出てきて、トレンドが作られてきてから入っていっても遅くはないかなと思いますので、今はある程度こう、長期で、まあ、どうでしょう、5年、10年とかね、まあ、まあ、いわゆる長期ですよ。超長期で、まあ、投資という観点で見ている方がいるんであれば、別に会話、うん、現物のね、会話申し分ないんじゃないかなと思いますけれども、例えばこう、半年ぐらいを見越してっていうのであれば、ここはね、ちょっと急に、だからそこが、金額がだから、7万ドルまで到達するっていうのはちょっとはっきり言えないので、ここ一回ね、割れて、3万ドルあたりを目指していくように、下にブリッとね、ポッキー状態にバチコーンってね、下がってくるんであれば、またチャートを作り上げるのに時間がかかりますから、そうなると、また2022年の年末あたりぐらいまで、10月、11月ぐらいあたりまで、ちょっと待たないといけないという可能性もありますからね。だから一発大きなトレンドが作られてから、うん。で、抜けるべきラインを抜けてきてから、ロングインをして、例えば6万ドル、7万ドル、史上最高値超えっていうところを目指していってもいいんじゃないかな、というふうに思いますので、で、今は、まあ、やっぱり、どうでしょう、うん、ちょっとねこう短い時間軸において下落基調がねずっと続いていますから、どこまで落ちてくるかっていうのを見極めながらね、話を進めていかないといけないですし、だからそういった意味で言うと、今はこう、トレンドがまだこうね、弱気の中でだけれども、広い範囲で行くと、ちょっと強気相場はまだ崩されていないよというところなんで、ものすごく微妙なところ。うん、だから、一発大きな動きが出た後のトレンドを作っていって、そっちにフォローしていくっていうのがベスト。うん、で、じゃあ今の相場感で、じゃあ稼げないのかって言ったらそうではないんですよ。稼げるは稼げます。だから、スキャルピング系ですよね。だから短い利幅を狙っていくみたいな感じ。だから、そうなると、ある程度旨味を出すためには、ちょっとレバレッジを高めにしていかないといけないので、リスク管理をしっかりしてね、話を進めていきましょうと。だから、今であれば、4万ドル付近にグッと、まあ、4万ドルですよね。4万ドルつけてきたら反発狙いで、4万1000ドルぐらいでもう利確をパチーンともうね、はっきりさせていくとか。だから、4万ドルで掴めたから、そのまんま一気に5万ドル、6万ドルっていうところを目指していこうってなると、結局4万2000ドルとか抜けきれずに、わかりますよね。下に騙し、上がるはするんですけど、騙し上げみたいな感じで、またずれっと落とされて、いよいよ4万ドルもう一回割れ込んでしまって3万ドルをガーンと目指していくみたいな形にもなりかねないので、なるべくね、こう、もし今入っていくんであれば、長い時間をかけて握っておくっていうのはちょっとやめた方がいいかもねと。うん。だけれども、超長期で行くんであれば、特に問題はないですよねっていう感じ。だからかなり難しいでしょ？今の話聞いた限りでも。だから、もう本当に、うん。もう年単位、5年とか10年単位で、ビットコインを持っておきたいなという方がいるんであれば、今はもう下がってきているから、まあ全然いいんでしょうけれども、半年とかね、そのレベルになるとちょっと難しいかもね。そういう考えならば、トレンドを作ってから入っていった方がいいですよと。うん。だから、5万ドル以上になってから、ロングインして史上最高値。まあさすがに5万ドル以上ぐらいまで、ぐっと登ってきたら、うん。5万ドル、まあ5万ドルまだ厳しい。5万3000ドル以上とかね。そこら辺までつけてきたら、ある程度強気相場が再開してくるような流れになると思いますから、押し目を作って、ロングインをして、史上最高値狙っていくっていう多分基調がまた出てくると思うんですよ。わかります？そうそうそう。史上最高値を次の上昇波で行くんじゃねえかみたいな、このトレンドで行くんじゃないかっていう基調が出てきたら、押し目を作って落ちてきた時にロングインして、ちょっとね、3ヶ月4ヶ月ぐらい見て史上最高値狙っていくみたいな感じでしていくのがいいかなというふうに思いますので、今ほら、4万ドル割れ込むかもな、割れ込むかもなみたいなね、基調もはらんだ状態での相場感ですから、ちょっと半年とかそのレベルだったら、ちょっと待っておいた方がいいかもね。大きな動きが出てきてから、はい、動いた方がいいかもねっていうのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。 OK ですか？わかりましたかね。ですから今稼ぐんであれば、ちょっと短い時間軸で反発狙いで4万から4万1000を取るとか、ちょっともじもじってしてるところを500ドル幅ぐらいとか300ドル幅ぐらいで、ビットコインだったら例えば取っていくとかいう風にねしていくのがいいかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。ちょっとね、話がごちゃごちゃして難しかったでございますね。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ何回か聞いてみたら、あ、なんかイメージ湧くなという風にはなると思いますので、よろしくお願いいたしますよ。次行きましょう。次はこちら、ブロックトピアのね話が出てきておりました。うん、これはね、ブロック、うん、新通貨のご紹介としては、入れてはないんでございますけれども、まあ、一応ね、通貨としては扱っているということで、まあ、どういった通貨か、口頭ではね、ちょっと待ってくださいね、軽めに説明はしていたと思うんですけど、まあ、具体的にどういった通貨かっていうのを、ちょっと文字を見ながらね、行きましょうか。うん、せっかくですからね、行きましょう行きましょう。うん、ブロックトピアって何って話なんですけど、ここ、だからこれ見たら結構いいねと思うんですよ、ブロックトピアも。うん、行きますよ。全21階建ての超高層ビル型メタバースのプラットフォームであるブロックトピアと、そのネイティブトークン、暗号資産であるブロックに関する基本情報などがね、今から、まあ、説明されますよということで見ておきましょうか。まだね、実際ね、これね、動いてないんですよ。うん、動いてないので、これはチャンスかも、本当に。うん、ブロック買ってみてもいいかもですよ。うん、ブロック買ってみても。
取り扱いは、ゲートはあります。ゲートもあって、ビットゲットもあったかな、バイビットあったかな、うん、現物の方ちょっと見てみてくださいよ。なかったかな、ビットゲットあったような気もするんですけど、ごめんなさい。一応私はゲートで買ってます。ゲートにはありましたから、OK ですか？上から下行きましょう。ちょっと長いかもしれませんけれども、やっぱりこういったところはね、メタバース空間、関連銘柄っていうのは今年やっぱり来る可能性はありますから、注目をね、しておくのがベストというところで行きましょうか。ブロックトピアとは、暗号資産とブロックチェーン技術を活用した全21階建てのね、超高層ビル型メタバースプラットフォーム。だから、土地というよりもフロアみたいな感じで、ありまして、仮想空間、プラットフォームプロジェクトの名称がブロックトピア。で、プラットフォーム上で使用される仮想通貨の名称がブロックとなっていますと。で、メタバースとは、まあ、行きましょうかね。オンライン上に構築された 3DCG 仮想空間のことでありまして、サービス利用者は自分のアバターを作成して世界に入ることによって、仮想空間にアクセスしている他のユーザーとのコミュニケーションを楽しんだり、仮想空間上に構築されたコンテンツで遊ぶことができるようになっていますと。で、ブロックトピアは2021年10月に公開された、比較的新しいメタバースプラットフォームであるものの、まあ、めちゃめちゃ新しいんですよ、まだ。で、美しいグラフィックや独自の世界観に加えて、だから、ほら、ザ・サンドボックスであるとか、ディセントラランドとかっていうのは結構ほら、なんですか、こう、ドットみたいなやつじゃないですか。なんかこう、わかりますよね。もうアバターみたいな。だけれども、結構リアリティのある、本当に綺麗な、本当に仮想空間みたいな感じなんですよ。これはね。で、ありまして、ごめんなさい。美しいグラフィックや、独自の世界観に加えて、パートナーや出資者の中に、有名企業がね、多数含まれていることなどから、メタバース業界でも、今後のね、成長に特に注目が集まっている、プロジェクトの一つとなっていますと。で、OK コインでしたかね。か、どっかがフロアを、になんかこう本社を作ってるみたいな感じで、最近もニュースで上がってきてましたもんね。行きましょう行きましょう。またブロックトピアは取引向上の、取引速度の向上やコスト削減などの利点を持つ、イーサリアムのセカンドレイヤーソリューション、ポリゴンの技術を活用しているため、仮想通貨業界で頻繁に指摘されている取引速度、そして取引手数料などの問題に対処できると期待をされていますよということですね。で、まあ、ここにトレーラーが載っております。はい。もし YouTube とかでも普通に上がってると思いますから、気になる方は見てみてもいいんじゃないですか。よろしくお願いします。今はちょっと開きませんからね。一応説明ということでいきましょう。で、ブロックトピアの特徴としては以下のようなことが挙げられると。ブロックトピアは全21階建ての超高層ビル型メタバースとなっていますと。で、現在の一般的なメタバースプラットフォームは、ここですよね。やっぱり広大なマップ上に複数の土地や建物が存在する形式となっているため、一棟の大規模なビルとしてメタバースを構築したという点は、ブロックトピアの大きな特徴の一つとなっていると。めちゃめちゃ綺麗でしょ？これなんですよ。これめっちゃ綺麗ですよね。で、なお、ブロックトピアの21階建てという設定は、ビットコインほら2100万枚っていうのがあったじゃないですか。あれにちなんで名付けられているということですね。まあ、名付けられているというのは、それにちなんで作られているということです。で、結構、やっぱり映像も綺麗ですよね。やっぱこれはね、見るとね。行きましょう。で、美しいグラフィックで描かれた近未来世界。ブロックトピアのメタバースは、美しいグラフィックでね、描かれた近未来世界のような仮想空間となっていますと。で、エリア全体が統一感のあるデザインで設計されており、メタバース内を歩くね、人々のアバターも非常にリアルな質感で描かれているため、単純にメタバースの中を散策するだけでもね、楽しめるような空間になっていると。で、めっちゃリアルですね。やっぱりね、これね。ブロックトピアのメタバースは記事執筆時点では、ここなんですよ。一般公開まだされていないと。で、ベータ版の完成予定時期が今年の3月とされているものの、ブロックトピアは VR デバイスにも対応しておりまして、現在は YouTube などでメタバース内部の映像などがね、公開されているため、コミュニティの間では今後の正式リリースに期待が高まっていると。だから、ブロックっていう通貨がね、やっぱ来る可能性はありますよ。やっぱこういったところを見るとね。それは思いますから、ちょっとやっぱ注目しておいても本当にいいかもしれません。まだ実際始まってないということですから。OK ですね。で、不動産や広告スペースを活用した収益化。読んでいきましょうよ。ブロックトピアの高層ビル内のね、各フロアには、複数の不動産が存在しているため、ブロックトピア利用者は、それらの不動産を購入して、自社コンテンツなどを展開したり、不動産を貸し出し、販売したりすることによって、収益化を図ることができるようになっていますと。で、ブロックトピア内の不動産を購入する行為は、リブロック
ックでいいんですか、リブロックと呼ばれておりまして、うん、不動産所有には単独所有と共同所有の2種類があると説明をされておりますよということですね。おお、共同所有もできると。でまたブロックトピアの仮想空間上には多数の広告スペースも存在しているため、うん、自分の会社や製品の広告をねメタバース上に掲載したり、広告スペースを購入して仮想空間上で広告収入を得たりすることもできるようになっていますよということですね。はあ、なるほどね。広告スペースを買ってその人に貸し出すということですね。でブロックだからいい場所の広告掲載場所がいわゆる買えるんであれば、買えたならばそれを、うん、やっぱ貸し出して広告収入得られるよっていうところにもなってますよね。でブロックトピアの広告収益の仕組みは、ね、AF ブロックでいいんですか、ブロックと呼ばれており、うん、大型広告21個で小型広告84個が利用可能、そのうちの 50% のスペースが NFT を通じて購入できまして、 AD ブロックを通じて得られた収益の 50% は NFT 保有者に分配されると説明をされていますということですね。なかなかちょっと難しいですけど、まあ広告場所があるということでございましょうか。で行きましょう行きましょう、うん、なおリブロックやこれ AF ブロックじゃなくて AD ブロックの間違いなんですかね、うん、AD ブロックはブロックで購入することができまして、はいはいはい、あ、だからブロックというものがそこで使えると。でブロックトピアのライトペーパーでは以下のような有名企業、取引所、プロジェクトなどがテナント広告をね展開する予定だと報告をされていますと。バイナンスとか、コインベースなどがやっぱ絡んでいるということですね。結構な取引所が、うん、やっぱ絡んでいるなということですね。でいきましょうか。取引所、ゲーム、ニュースなど多様なコンテンツいきましょう、うん、ブロックトピアの仮想空間には暗号資産取引所、うん、ゲーミングスペース、ネットワーキングスペース、インフルエンサーゾーン、おーこれ面白いですね、ニュースゾーンなどといった様々なコンテンツが存在をしているため、うん、製品サービスを有している企業などは自社製品をブロックトピアで展開でき、うん、ユーザーはメタバース内でねそれら複数のコンテンツを楽しむことができるようになっていますと。でまたアート作品などの NFT コンテンツを所有している方も、うん、ブロックトピアのメタバース内でそれらの NFT を展示、売買して収益化を図ることができると期待をされていますよということですね。でシンプルなビルダーツールも提供、どういったことか、うん、ブロックトピアの公式サイトではメタバース上のコンテンツを作成する、うん、クリエイターのためのシンプルなビルダースツールを提供することも説明をされていますと。はいはいはい、コンテンツが作れるということですね。でクリエイターはこのビルダーツールを使用してシーン、アートワーク、チャレンジなどを作成してイベントに参加することによって、うん、商品を獲得することができるとのことで、 SDK はより経験豊富なねクリエイターのために、うん、ソーシャルゲームやアプリで世界を埋めるためのツールをね提供するとも説明をされていますよということですね。で次行きましょう、うん、ブロックという通貨を保有して稼ぐステーキング、うん、ブロックトピアはブロックを一定期間保有し続けることによって新たなブロックを獲得することができるステーキングの仕組みも採用していますと。でステーキングで得られる報酬の数量は保有期間や数量などによって変化する仕組みとなっており、ステーキングの詳細はね、ブロックトピア公式サイトのステーキングページで説明をされていますよということですね。で次行きましょう、うん、だからブロック、うん、ここら辺読むとねちょっとなんか先行投資として通貨ブロックという通貨買ってみてもやっぱいいかもですよね。ちょっとね思いました、これ読みながら思ってます。マジリアルな話です。はい、で私も持ってるんですけどそこまで大量に持っているわけではないので、ちょっと購入をやっぱり検討してみてもいいかな。まあこれは私自身の考えですよ。まあここはね別にこう買い煽りとかではないので、今の読んでみてどう思うかですよね、皆様がね。で行きましょう行きましょう、うん、ブロックトピアの開発者チームには仮想通貨、ブロックチェーン、マーケティング、映画、ゲーム、 3D コンソールゲームなどといった様々な業界で活躍した経歴を持つ複数の人物がね含まれていますと。ほーすごいですね、開発チームね、いろんな人々がいると。でまたブロックトピアのリード投資家は世界的に人気のメタバースプラットフォームザ・サンドボックスの親会社にあたるアニモカブランドである、おアニモカブランド社、アニモカブランズ社も関わっていると。ザ・サンドボックスを作っているところですからね、このアニモカブランズっていうところは。だからここもやっぱり絡んでるってことはなんかすごいですよね。ブロックトピアに投資をしている。だから、ここはやっぱり期待が持てるという風な形で、やっぱり投資をしてるんでしょうね。どう考えたって。うんで、ありまして、パートナーには、ポリゴンなども含まれているため、開発者、出資者、パートナーなどの面からも将来がね、期待できるプロジェクトとして注目をされていますと。だから、今年の3月あたりに、ベータ版が公開予定でしたか。だから、そこをね、めがけて、ちょっと買ってみても面白いかも、本当に。ニュースで多分、バババーと上がってくるんじゃないかなと思いますのでね。で、行きましょう。すでに、複数の有名企業がね、
フィスを建築、そうそう、建設。これは前ニュースでありました。あ、空コインでした。あ、言いましたね、さっきね、空コインでしたね。行きましょうか。ブロックトピアのメタバースには、すでに複数のね、有名企業などが、オフィスを立ち上げることが決定されておりまして。うん。これまでには、暗号資産取引所、空コインや、仮想通貨ブロックチェーンプロジェクトである、そうそうそう、エンジンも、そう、不動産の一角をね、購入したことが、そう、報告されてたんです。エンジン、エンジン。うん。で、結構、期待やっぱされている、メタバース空間なのかなってやっぱ思いますね、これ見るとね。で、ブロックトピアは、比較的新しいメタバースプロジェクトであるため、今後もね、有名企業がブロックトピアのね、メタバースに参加することになれば、その注目度はさらに高まり、エコシステム全体の成長にね、つながると期待をされていますよ、ってことですね。ごめんなさい、ちょっと開いてしまいました。あ、こういった形、結構リアルな形で作られているんですね。はい、こういった形。よろしくお願いしますよ。で、上から下行きましょう。今の価格がまだ 4,5 円前後なんで、うん、これはありかなと。一回バチーって、ね、上がってたんですけど、今ずれーって下がってきてますから、ちょっとね、本当に、あ、書いてますね。そうそう、ビットゲットありました、ありました。はい。ブロックトピア記事執筆時点で、日本国内の、まあ、取引所では上場してませんと。ただ、ビットゲットであるとか、空コイン、ビットルー、あとはゲートね、ここも扱いがありますので、もしね、気になる方がいるんであれば、購入してみてもいいんじゃないかなと。ビットゲットさんはね、現物の取引扱いも今、豊富に行っていますから、ここはありでしょうということで、意識をね、しておいてください。よろしくお願いいたしますよ。あとはゲートもね、やっぱり使いやすい。うん。まあ、現物の取扱い通貨数が結構多いので、まあ、ここは言わずもがなあったでしょうということで、私が普段ね、皆様にご案内しているところで言うと、ビットゲット、ビットルーもありましたね。ビットルーとゲート .io。ここがブロックっていうところを扱ってますから、もし気になる方がいるんであれば、これはちょっと今年のもしかしたらね、注目通貨の一つになるかもしれません。本当に。だから、この重要ニュースを聞いた方はね、一つ、うん、ちょっとこう、先行投資的な感じで購入してみても面白いかもねっていうのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。で、一応ブロックトピアの対応ウォレット。うん、ブロックトピアを保管することができる代表的なウォレットはメタマスクができますよということで、載っておりますので、気になる方はね、ぜひともぜひとも、購入を検討してみてください。私も今これ読んだ限り行こうかなって、もうちょっと買い増しをしてみようかなってちょっと思いましたので、うん、ブロックいいと思いますよ。うん、今見た感じニュースでも上がってきておりましたからね、よろしくお願いいたします。ちょっとごめんなさい、飲ませてくださいね。はい、大丈夫でございます。行きましょう、行きましょう。今日は、うん、重要ニュースは以上でございますね。そして行きますよ、行きますよ。本日のチャートメッセージ、パパプーパパプーパパプーパワーブロック、いや、お願いいたします、お願いいたします。行きます、行っちゃいます。まずはお一つ目行きましょう。ブチってな、ブリ行きまーす。ごめんなさいね、やっぱりテンションやっぱ上げ上げでいかないとですよ、ダメですよ。うん、行きましょう。まずはビットコイン様でございます。行きます。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 41,900 ドル付近をね、推移しているような形になっております。今日はあまり値動きがなかったですね。うん、安値は 41,400 ドル付近、高値は42,200 ドル付近でしょうか。ここにありますから、あまり大きな動きがなかったと。で、一応ね、週足を見ておきましょう、先に。はい。週足がね、今日で、うん、当然、明日の朝9時には確定するんでございますけれども、第1部の配信でも言っておりました通り、週足レベルでね、やっぱりこの強気雲の上である程度確定をさせてくれないと、ちょっと困るよという感じ。うん。この、週足レベルで見ていくならば、わかりますよね。雲中でね、ローソク足、実体部分、確定させていくっていうのが、まあ、あまりなかったので、まあ、あまりというか、ほぼなかったので、やっぱりこれは雲中突入して確定させる。つまり、いいですか ?41,900 ドル。もうこの黄色いラインをね、割れ込んだ状態で確定をしてしまうと、来週以降、この雲中突入した状態でスタートしてしまうので、ずるっとね、37,000ドル付近まで落ちてくる可能性がありますから、ここは注意をしておきましょう。OK でございますか。だから、なんとかね、少なくても42,000ドル以上で、まあ、この黄色いラインですよね。41,900ドル以上でつけてくれれば、ある程度ね、雲上で、うん、週足が、スタートいたしますので、そこはね、来週以降、ぐっとね、上がって、来てほしいと、期待感をね、込めていきたいなと、うん、徐々に雲もね、上にぐーっと上端値が上がってきますから、そこに沿うような形でぐーっと行くかもしれません。そうなると、やっぱりね、3月とか4月ぐらいまでぐーっと時間が、かかってくる可能性もありますから、そこはね、ちょっとこう、もじもじとする可能性も、さっきも言いました、あるので、なかなか直近でね、大きな動きが出てくるかどうかわかりませんけれども、まあ、一つはね、意識をしておきましょう。うん、雲の上端値が上に上がってくるのが、3月、4月ぐらいですから、もしかしたら、そこら辺ぐらいまでもたつく、この同じぐらいの値打ちでもたつく可能性があるなってのは意識をしておいてください。で、日足レベルで見ていくならばいいですか。うん、こういった形、やっぱり短期のね、移動平均線で今頭を押さえつけられていますので、そこを抜けていかないと次なる展開が待っていないと。それを考えていくならば、やっぱり 42,000 どうでしょう、300ドルとか400ドルぐらいつけてくれればね、短期の移動平均線は一旦はクリアできると。で、そこから上にグッとね、上がってくるんじゃないか。ただ上がってきたとしても、やっぱりこのヒゲガンガン底固めを行っていた 45,500 ドル付近までの一旦の上昇までかなって思いますので、そこまで上がってきたら
やっぱりね、戻りでの売りが発生してずっとまた売り圧かかって落ちてくる可能性がありますので、だって今から3000ドル幅ぐらいで上がってくるってことはね、短期的なことを考えている方であれば、まあ多分十分な利益でございますから、そこでの売り圧にはやっぱり注意をしておかないといけない。そして上にはまだまだ長期の移動平均線、そして中期の移動平均線が待ち構えておりますから、なかなかね上を抜けるのには億劫かなというふうには思っております。あとは50日 MA ですよね。ここと200日 MA が、やっぱりデッドクロスを起こしかけておりますので、これはあまりいい様相ではないです。これがデッドクロスを起こしてしまうと、上がってきたぐらいでね多分起こしているかなと思いますので、もしかしたら、そうなるとやっぱりよりね一層上値が重くなって、ずるっとね売り圧かかって落ちてくる可能性がありますので、まあ短期的な勝負で行くんであれば42,000、まあ300、400、まあ500ドルって言っておきましょうか。42,500ドルぐらいを超えていってからの、45,000、500ドル付近までの上昇を狙っていくっていう形で見ておくのがベストかなというふうに思いますので、そこはねよろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。まあそれぐらいでございましょうかね、言いたいのは。それぐらいでございましょうね。お願いいたしますよ。ちょっとごめんなさいね、20日に書いておきましょう。はい。で下に落ちてくるんであればね、やっぱりなんとかこの右上がりの、上昇のトレンド、このサポートラインをねやっぱり守っていかないとどうしようもないですし、今この値打ちが4万、やっぱり100、200ドルぐらいですから、そこを割れ込むと3万7000ドルぐらいまでね落ちてくる可能性がありますよっていうのは意識をしておいてください。で週足をやっぱり守りたい人がいると思いますので、税がいると思いますので、3万7000ドル付近での反発が起これできるかどうか、その前にこの4万ドルという切り板での反発ができるかどうか、ここは注目しておきましょう。だから4万ドルで反発狙いで入れて、例えば4万1000ドルで利確するっていうのはありかなと。ちょっと小幅ですけどもね。ないしは割れ込んだ後を考えて3万7000ドル付近で差し値を置いて、それこそ反発を狙っていくみたいな感じで見ておいてもいいかなと思いますので、ここはよろしくお願いいたします。まだね下髭長いのがボレーがついてないので、それを考えていくと一旦割れ込んで3万7000ドルまでつけていってからのプリーとした反発があるかもしれませんので、そこにもちょっと期待感をね寄せていきたいところでございましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。今お願いいたします。お願いいたします。いきます。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、3121ドル付近をね推移しているような形になっております。でこの通貨に関しましては、ちょっとねあの3400ドルぐらいまで上がってきてもよかったかなと思ったんですけど、なかなか力強さが出ずにね、上がってこれずじまいで、短期の移動平均線と長期の移動平均線が、まあ、いわゆるデッドクロス状態になってますので、やっぱり上がってきたとしても上値を重くしてくるでしょうと。3300ドル付近ではやっぱり押されてくるかな。3250ドル付近でしょうか。そこら辺ではねやっぱり押されてくるかなと、日足を見る限りでは。だから上がってきてもやっぱり限定的なので、今この場所でねちょっと短期並びに FX で仕掛けるのは怖い。下はやっぱりこの3051ドルという、レジサポ転換線ですよね、ほぼほぼ。そこでが意識されているので、レジスタンスがされている。そしてその後抜けた後にサポートとして何回も何回も聞いていて、起点となる場所、史上最高値をつけた起点となる場所にはなってくるかなと思いますので、この赤い3050ドルというところが今ねある程度第一防衛ライン的な形には見受けられるでしょうと。で、あるならばここを割れ込んでしまった場合は、この右上がりのねトレンドのサポートラインまで落ちてくる可能性がありますので、やっぱりこれは今の相場感でいくならば、割れ込んで、まあ、ビットコインがね4万ドル割れ込むと、おそらくイーサリアムも普通に割れ込んで2700ドルぐらいで反発できるかどうかって話に多分なると思いますので、今ぐらいでもう長期保有目的の方はですよ、今ぐらいでちょっとこう分割入れてみる、そして割れ込んだ後の2600から700ドルぐらいで差し値を置いて入れておくっていうのがいいかなと思いますので、ここは、まあ、イーサリアムはね投資としての観点で見ていくのがいいんじゃないかなと。短期並びに FX で勝負をかけるよりも、投資的な長期的なね投資として考えておくのがいいかなと思いますので、これは2箇所でねある程度分割エントリーしていって、ちょっと玉厚もねしていって、後々の1万ドルに行くんじゃないかとやっぱり言われてますから、そこへの上昇期待感を持ってね握っておくのがベストかなというふうに思いますので、そこはよろしくお願いいたします。買おうかなって思っていた方はそこでね作戦としてはいいんじゃ、今ぐらいは一つちょっと分割入れてみるのはいいんじゃないかなというふうには思っている次第でございます。で相場感がやっぱりちょっと良くなってくるのは、やっぱりこの高値を結んだラインを突破してきてから、ちょうど今の値打ちの上であれば青いラインを突破してきたぐらいからやっぱり様相がね良くなってくるでしょうから、そこはまあ午前の配信と変わらずに、捉えておいてもいいでしょうということでよろしくお願いしますよ。4時間足レベルだともう何もないので、高値を結んだら抜けていった後に、ロングインをしていく。そうなればその値打ちであれば、短期並びに FX 勢であれば、ほらもう上値を重くするようなものがもう何もないので、このフェーズはね短期 FX 勢はありなんじゃないかなと思いますので、短期 FX をやる方はここでの
上昇を取っていく、もしくはどうしても短期 FX をイーサリアムでやりたいっていうんであれば、やっぱり2600ドル付近まで一旦大幅下落を起こしてからの反発狙いで3000ドルぐらいまでの上昇を狙っていくっていうのがベストかな、理想かなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いいたします。今はね、堅相場でしょう、大きく動くまでの堅相場として捉えておきましょう。はい、次行きます。次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。マーティックなんでございますけれども、ただいまの価格が 2.028 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関してはまだ上昇チャンネルをね、守りまくっております。守っております。ですから、強気いいな相場がまだ継続全然していますよというところで、認識しておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますよ。OK ですか？で、今、まあ、上昇チャンネルなら推移しているんですけれども、短期のね、移動平均線が、やっぱりこう、上値をね、重くしていて、ずるっと落ちそうな感じもしております。で、落ちてきたとしても、上昇チャンネルを守るかなと思いますから、この、1.7 ドル付近での押し目買いはね、チャンスとして、反発狙いでの 1.7 ドルぐらいでの買いはチャンスだよということで、押さえておきましょう。で、そこから反発してきた後に、どうなるか、やっぱり三尊っていうところを意識する勢が増えてくるかなというふうに思いますので、そこにはね、注意しておきましょうということで、よろしくお願いいたしますよ。OK ですか？で、短期並びに FX、まあ、長期保有目的でマティックを持っておこうかなという方は、今ビットコインの基調、まあ相関さそこまでないんですけどね、ビットコインの基調があまりよろしくないので、4万ドル割れるようなずるっとしたオチが出てくるんであれば、マティックもまあ一回はね、さっきも言いましたように、この上昇チャンネルの加担値を試しに来るんじゃないか、 1.7 ドルぐらいをやっぱりこう試しに来るんじゃないかと。で、そこから反発をしてきた後に、まあどうなるかっていうことですけれども、短期並びに FX 税はね、まあ上昇チャンネルの加担値というところで、長期保有目的の方、短期並びに FX 税もありかなと。ただ短期 FX 税の方々はこの 1.7 ドルを割れ込んだらもう上昇チャンネルを下割りに完全いたしますので、損切りをしておいた方がいいでしょうというふうには思います。長期保有目的の方は落ちてきたら分割で買っていって薄めていくっていうね、まあある意味難品状態になるんですけども、難品はね、仮想通貨業界みたいな、こんな新興業界はまあありでございましょうから、まあ難品買いをねしていって薄めていくのがベストということで押さえておきましょう。で、もう一箇所は、短期並びに FX では上に上がってきた時の上昇チャンネルを上にブレイクしてきてからね、入っていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここも合わせてよろしくお願いいたします。はい、次行きます。今はね、ちょっとね、上昇チャンネルでは推移しているんだけれども、ちょっとね、弱含みが入って、ビットコインとの相関性が出てきているのでずっと落ちてきている。ただ 1.7 ドルっていうのが上昇チャンネルの加担値だから、ここは押し目買いのポイントとしてはいいですよというのは押さえておいてください。はい、で次行きましょう。次はこちらクアンタムをね、見ていきましょうか。行きます。はい、クアンタムなんでございますけれども、ただいま今の価格が 7.7 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK ですか？で、今、この通貨に関しましては、上昇のね、これも、トレンドライン上にいるんですよ。ちょうどその上にいるので、もしクアンタム、欲しかったなと、現物として手に入れておきたかったなというふうに思う方がいるんであれば、今ちょうど押し目買いのね、チャンスね位置にいますよっていうのは、お伝えをさせてください。よろしくお願いいたします。OK です。で、力強さがね、出てくるのは、やっぱりこの長期の移動平均線を上にブレイクしてからグッとしたね、強さが出てくると思いますから、そこまではちょっともじもじとした億劫な相場が続くかもしれませんけれども、まあ後々ね、ここを抜けていければ、強さが出てくるので、そこをめがけてね、ちょっと握っておきたいなという方がいるんであれば、今ちょうど押し目買いのチャンスネイチですよというのは、2回目になりますけれども、お伝えさせてください。で、もしこのね、ラインを割れ込んでしまったら、上昇のこのね、トレンドラインを割れ込んでしまったら、赤い 5.3 ドル付近までやっぱり落ちてくるかなと、落ちてきます。で、この 5.3 ドルっていうのは、ちょっとだいぶ前まで戻りますけれども、レジスタンス結構されていた場所なんですよ。レジスタンスされてますよね、ここはね。抜けられずにずるっと落ちてきた。で、右側に行きますけども、ここもそうですね。ヒゲは抜けているけど、実践としては、まあ、一回はね、抜けてるんですけど、ここからね、なかなか、足固めをできずにズル落ちをしてきた場所。そして、まだ右側に行きますよ。もうここは、ヒゲで抑えられているというところですね。で、まだ右行きましょう。で、最終的には、出来高がね、バチーって上がっている場所なんですよ。やっぱり、このラインを 5.3 ドル抜けて、明確に抜けて、バチコーンって上がっていってるので、この 5.3 ドルっていうところは、やっぱり守っていきたい勢が多いと思うんですよね。それを考えていくならば、やっぱりこのね、上昇のトレンドを割れてしまうと、5.3 ドルぐらいまで一回落ちてきてからの反発が見受けられるんじゃないかなと思いますので、この 5.3 ドルと今ぐらいでは分割エントリーで、押さえておいてもいい値位置ですよっていうのは覚えておいてください。よろしくお願いいたします。で、強さが出てくるのはやっぱり長期の移動平均線を抜けていかないとね、ちょっと始まりがないかなというふうに思います。今の状態で長期を抜けていくっていうことは、日足の弱気雲の中にも突入してきますからね、上にグッと上がってくる可能性が出てきますので、そこも合わせて、弱気雲もね、合わせて意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はヒーローを見ていきましょうか。メタヒーローをね、見ていきたいなというふうに思っている次第でございますけれども、どこにいるんでしょうかね。ヒーロー様というところで、ちょっとごめんなさいね。ヒーロー、ちょっと下ですかね。ごめんなさい。ちょっと目が回るかもしれません。ちょっとゆっくり行きましょう。ヒーロー。
どこでしょう、どこでしょうというところなんでございますけれども、ヒーローでございます。もうすぐ来ますかね、ヒーロー様でございます。マジでいないです。はい、あ、いました、はい、行きます。はい、メタヒーロー、ヒーローなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.096 ドル付近をね推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましてはごめんなさいね、今安値をね更新しようとしているような場所にいます。で、まあ底打ち感もね特にない、 MACD 線も依然として右下がりなので弱い相場が続いていると。で、最安値付近にいる。だからこれはちょっとね、ビットコインがグリッと落ちてくれば安値をね更新してくるような流れで動いてくるんじゃないかなと思います。うん、そうなるとこの右下がりのね、ちょっと荒いかもしれませんけども、こう引いておきましょうか。はい、こういった形、はい、こういった形です、こういった形ですね。ちょっとまあ下落チャンネル気味の、まあ下落ウェッジ、下落チャンネル気味なものがね、まあ作られていくような形にはなるんじゃないかなと思いますので、落ちてくるんであれば値位置的にいくと、0.065 ドル付近までの下落はちょっと覚悟しておいた方がいいかなっていう感じ。うん、ビットコインのね、シナリオを今言ってますからね。ビットコインが落ちてくるんであればメタヒーローに関しても我慢できずにずるっと落ちてくる。で、最安値を更新してしまってどこまで落ちてくるかってなったら、下降ウェッジ、下降チャンネル気味なものがまあ今作られてますから、その形、つまり 0.065 ドル付近までの落ちはね、ちょっと意識をしておいた方がいいかなと。で、そこに差し掛かってきた時のまあ反発ができるかどうか、反発をしていって上にグッと上がってくるんであれば、そこでまたこの高値を結んだラインで抑えられてずっと落ちてくるんであれば、やっぱり下落チャンネルを意識している方が多いかなということで、ここはね、その、うん、まあ、いわゆる、トレンドを意識しておくべきでしょうということで。じゃあそうなると強さが出てくるのは、高値を結んだラインを突破してきたらね、ある程度いい様相で話が進んでいくでしょうから、もし短期並びにね、FX 勢でメタヒーロー欲しかったよと、ただ、相場感が変わってきてからじゃないと買えないなというふうに思う方がいるんであれば、この下落チャンネルを上にブレイクして突破してきてから買っていってもまあ遅くはないんじゃないかなと思いますから、そこは意識をね、しておいてください。今考えられるべきは、下降ウェッジ、下落チャンネル気味なものが作られていますから、0.065 ドル付近までの落ちは想定をしておきましょう。最安値を割れたらそこまで落ちてくる可能性がありますよというのは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、出来高もねもう入ってきてないので、ちょっとこうね、存在感がかなり薄くなってきているかなというふうには思いますので、まあでもまだ始まったばかりっちゃ始まったばかりかなと思いますから、ここからチャートを作り上げてね、下落チャンネルをぐっと上に抜けていったらぐっとまたね、強く、うん、上昇していく可能性がある通貨の一つでございますので、そこはね、まあある程度意識を持って、うん、見ておきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、そして今日の最後ですね、いきます。今日の最後はブロックを見ていきましょう。それこそブロックです、いきますよ。ブロックなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.039 ドル付近、 0.04 ドル付近でしょうかね、を推移しているような形になっております。で、さっき見ましたけれども 4.6 円とかいう風な形に今なっておりますから、ここはね、ブロックトピアの発展度合いによっては爆上げする可能性はゼロではないので、メタバース空間として存在感を示してくればこれはカチッと上がってくる可能性がありますので、ちょっと期待をしておきたい通貨の一つになりましたよね、ちょっとね、なっております。で、今ずん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 ね、安値の方に行ってるんですけども、次ね、サポートとして入りうる場所はこの 0.03 ドルというこの黄色いラインでの、サポートが入ってくれる可能性がありますよというのは押さえておいてください。で、出来高も今ブレーっと下がってきてますから、人々の関心がないんですけれども、さっき言ったニュースでね、もしかしたらやっぱ3月4月ぐらいに上がってくる可能性がありますので、そうなったら出来高も増えてぐっと調子がね良くなってくるかもなというのは押さえておきましょう。で、調子がねさらに良くなってくるのはこのね、ちょっとごめんなさいね、4時間足レベルでいうとこの50日移動平均線、この黄色い移動平均線をまあ超えていければね、ある程度様相は良くなってくるかなと。で、この50日 MA っていうのが結構ね、バッチンバッチン効いている感じはするなっていうの分かりますか。そうですね、うんうん、この付近から見ていただいたら分かるように、黄色いね中期の移動平均線をサポートとしてぐーっと上がっていってるんですよ。ヒゲつけてサポートとして上がっているので、ここもそうですね、抜けているんですけど、なんとか実体部分として残している。で、右側に行きますけれども、逆に割れ込んだ後は抜けようにも中期の移動平均線が邪魔になってずるずると落ちてきました。で、ずーっとそこでね頭を押さえつけられているような状況になっておりますよね。で、今もそうですね、ここもそうですよね、上にブレイクしてきてからのサポートとして機能してますから、やっぱりこのね50日 MA っていうのがかなりこのブロックトピアに関しては意識はされているよねっていうのがわかると思います。ですから、この50日 MA を突破してきたら、ある程度様子は良くなってくるかなと。だから、そこのサインが今ちょうどね、被っているのが青いラインでございますから、そういうところを加味すると青いラインを突破してきてから、0.05 ドル以上をつけてきたら、ある程度様子が良くなってきて、次、うん、この長期の移動平均線トライをね、してくるんじゃないかと。で、抜けてくれば、いよいよ高値を結んだラインをチャレンジしてきて突破すれば、まあ、史上最高値。うん、もしくは
はこのね途中でもたついているこの付近までの上昇はね見ていけるでしょうから、 0.15 ドル付近までの上昇は見ていけ、このフェーズですよ、この価格帯への上昇はね見ていけるでしょうから、そこは期待をねしておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあちょっと直近でね話題に上がってくる候補の通貨の一つにちょっとなりましたよね、ブロックに関して言うと。だからここ、ちょっと持っておきたいなという方がいるんであれば、今ちょうど下がってきているのでチャンスかなというふうには思っておる次第でございますから、ここね、購入したい方はぜひとも、ビットゲットさん、まあいいかな、ビットゲットさんでね、ビットゲットさんか、一応ね私ねあちら案件として一回もらっておりますから、まあここはねなるべくここ使っていただきたいなと皆様にね思っておりますので、もしよろしければビットゲットさんで購入をしていただければ、で他にはビットルーさんと、あとはゲートもありますから、まあどこでもいいんですけれども、ここねよろしくお願いいたします。はーい、それではね本日の第2部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんていきますよ、なんと14,436名ステイでございます。皆様ありがとうございます、本当にありがとうございます。私ビットマン TV 2022年、ガンガンです、攻め込んでいきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第2部の配信は以上となります。明日またね第1部の配信を滞りなくしっかり行っていきますので、それまで楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。ではバイチャッバイチャッ。